中にご注目ください。してくださったり、そんなヒルマーさんのことが
でいなくなってしまった時は正直寂しかったです。でも今こうしてまた札幌ドームにお越しいただいたことで北海道ファイターズを愛してくださっていることを実感できてとても嬉しいです。ヒルマンさんや当時の選手の方々が築き上げてくださった守り勝つファイターズの戦い方やファンを大事にしてくださる姿勢は今も受け継がれていると思います。今こうして考えると数年前は気づくことができなかった私たちファンが目にする以外のところでもファイターズのために尽くしてくださっていたのですね。本当にありがとうございました。そして待ちに待った北海道日本ハムファイターズにとって11年目のシーズンが開幕しました。私たちファンはファイターズ選手がリーグ優勝日本一に向かって前進し続けてくださると信じています。選手が故障することなくシーズンを過ごせるようヒルマンさんが祈っていただけたらと思います。最後に北海道がヒルマンさんとご家族皆様にとっていつでもただいまと帰ってこられる場所であり続けられたらいいなと思います。この先もずっと私たちファンが大好きな北海道と北海道日本ハムファイターズという素敵な球団を愛し続けていただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ヒルマン監督、お帰りの会大好きです。ありがとうございました。ありがとうございます。多分テレビ局から5分って言われたんじゃない？5分でやってくれる。鈴木遥香さんからのお手紙でした。ありがとうございました。続きまして北海道日本ハムファイターズ球団からその功績を称え感謝状をお送りします。プレゼンターは株式会社北海道日本ハムファイターズ津田利和代表取締役社長です。感謝状、北海道日本ハムファイターズ初代監督トレイ・ヒューマンとの記念は北海道日本ハムファイターズが企業理念に掲げるスポーツコミュニティの実現並びに活動指針であるファンサービスファーストを率先して実践し常識という殻を破り斬新な発想でファンの皆様と絆を深めることに大きく寄与されました。また地域社会への貢献やブランド内外でのファンサービスに労を惜しまない姿勢はファイターズに属する全ての者の基本となりました。ここにその功績を称え感謝の意を表すとともに理念の姿勢そして精神を忘れることなく引き継ぎこれからの北海道日本ハムファイターズを続け上げていく所存です。2014年3月29日北海道日本ハムファイターズ代表取締役社長津田利和 Thank you very much。何しに来たんだろう、北海道に。ありがとうございました。それではここで、ヒルマン元監督より皆様へご挨拶申し上げます。お願いします。Thank you so much. I don't think that I'm important enough to do two speeches or any speeches in 2 days. お礼申し上げます。
同時に2日連続でスピーチをさせていただくような身分では全くないんですが、ここでもう一度皆様の前でご挨拶をさせていただきます。I want to thank you fans so much. The letters of appreciation for our service to the fighters and the people of Hokkaido. It not only touches me, but it touches my entire family, and they send their love for the United States and Texas. 今頃は素晴らしい手紙をいただきまして、心の奥深くまで響き渡りました。私のみならず、私の家族も、ファンの方々がいただいたこの手紙をこれから大事に大事に持っていきたいと思います。 I want to thank the Fighters Organization for the special certificate in my honor today. I don't think that I'm worthy of that, but I thank them very much for their appreciation for what we tried to do for our franchise while we were blessed to work here. またファイターズからいただきました感謝状、本当に嬉しく思います。ただ、身に余る光栄と申しますか、感謝状をいただけるようなことを、自分が何ができたんだろうかというふうに思っております。今思い返せば、ここで起こった全ての出来事を自分の心の中にしまい込んで、この感謝状とともに一生忘れずにこれからやっていきたいと思います。Now, special message for you, the fans. 最後になりましたが、ファンの皆様にメッセージをお届けします。I want to say that I've been blessed to do a lot of things in the game of baseball. これまで長い野球人生の中で、いろいろなことが起きました。I've been blessed to work for some very famous organizations in my time in the United States. アメリカでは、非常に強い球団でプレーで活動もし、コーチも監督もさせていただきました。So I've been blessed with a lot. Over my 30 years, this is my 30th year of professional baseball. 今年で、野球人生30年目になりまして、先ほど申し上げましたように、多くの方々と巡り合い、たくさんのチームでこれまで仕事をしてきました。But I can tell you in all honesty, the best memories that I've ever had in my life are right here in Hokkaido. ただ、私の人生で最も輝かしい記憶、一番の思い出は、ここで気づかせていただきました。My family feels exactly the same way. We thank you so much for all the wonderful memories here. 私も私の家族も同じ気持ちです。この北海道で最高の思い出を刻ませていただきました。ありがとうございました。私の心からのメッセージとして受け取ってください。本当に北海道の皆さんは世界で一番です。Here!